アッソチャツヨーネカルチョ・キエーボ・ベローナは、イタリア・ベローナを本拠地とする、サッカークラブチーム。2020から21シーズンは、セリエ B に所属している。キエーボというのは、ベローナの地区名の一つ。同じく、ベローナのスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴディを、ホームスタジアムとしているエラス・ベローナ FC との試合は、ダービーマッチとして盛り上がる。一地方都市の、その一地区を本拠に置くクラブが、 トップカテゴリーに昇格したのは長いイタリアサッカー史においてもこのクラブが初である。チームは1929年に設立2001から02シーズンでセリエ A に初昇格した。昇格初シーズンは5位でシーズンを終え、一時は首位に立つなどその躍進はミラクルキエーボと呼ばれた。2005から06シーズンは当初は7位で UEFA カップの出場が決まっていたが、 ユベントス FC、SS ラツヨ、アッコフ・フィオレンティーナが不正事件で UEFA チャンピオンズリーン。だが2006から07シーズンは低迷。最終節でカルチュカターニアに0-2で敗れセリエ B 降格が決まった。翌2007から08シーズンはセリエ B で優勝し1年でのセリエ A 復帰に成功。2018から19シーズンは過去3年にわたる 不正会計が発覚し、勝ち点3を剥奪。シーズンも低迷を続け、2019年4月14日に SSC ナポリに1の3で破れセリエビー攻格が決まった。キエボの背番号30は、自動車事故のため26歳で死亡した f w ジェイソン・マイエレに敬意を表して永久欠番になっている。ワンマンオーナーのチームによく見られる金に物を言わせる。 大型補強は全くと言って良いほどせず、終始にあったクラブ経営をしている。典型的なプロビンチャであるがゆえ、ワールドクラスの選手は皆無に等しい。無名の若手が他のクラブでもう終わったと楽園を押されて追い出された選手で構成されている。しかし、若手選手の育成と伸び悩んでいる選手の再生には実績があり、このクラブをきっかけにビッグクラブに移籍したり、選手として もう一技咲かせる選手を毎年のように排出している。また、そういった選手が移籍するときに発生する莫大な移籍金や若手選手をセリエ B、セリエ C 等の株カテゴリーにレンタルする際に発生するレンタル料でチーム財政を成立させている。これはチームの親会社であるパルアーニがイタリアでは有名な菓子メーカーだが年間売上高が 日本円にして50億円しかないゆえ、チームの補強に無駄な金は使えず、知恵と情報を使った補強を余儀なくされているからである。なし1980年代、チームはベローナ県の紋章にあるはしごをデザインしたエンブレムを用いていた。しかし、同地区を本拠とするエラスのサポーターもシンボルマークにはしごを使っていたため、変更せざるを得なくなった。はしごはもともと、 13世紀頃に統治を支配したスカラ家の紋章に由来していたが、変更にあたりスカラ家の病にあるカングランデ一世、でラスカラ騎馬像をモチーフに採用した。この頃、当時の会長がいつかベローナでダービーマッチをやりたいと発言した。これに対しエラスのサポーターが気栄ぼとダービーをやるようになったら、ローバも羽を生やして飛んでいくよとからかった。この出来事の後、 五部に所属していたキエーボは順調に昇格を果たし、2001年11月18日に、ついにダービーは実現した。厳密には、エンブレムの動物は馬だが、この出来事以来サポーターからは、イルムッソボラントと呼ばれ、クラブのマスコットもロバである。ただし、クラブはエンブレムの動物が何であるか公式な見解を示していない。ありがとうございます。